ることによってサイズ感がすごいわかる。すごい。中覗けないじゃん。中全然の、ああ覗けるじゃん。すごない、すごいすごい。見て、中。ああ。以前はカフェだったけど、もう閉館しちゃってた。高すぎて覗き込めないね。ここにキンプリちゃん、4年前か来てたんですけど、すごい今ガン飛ばしちゃう。はい。なんだか見えない光で入れないのかな。待って、ここにも入り口あんじゃん。わっ、文字書いて、あ、ここ何、旧横浜銀行本店ベタン。実はこっちから入ってた説あるよな。そう、懐かしい。懐かしいですか。ちょっと懐かしんでもらいました。はい。でも絶対多分ここ座ってから。ここ座ってから。本日、キング&プリンス大好き、まいこです。本日はですね、キング&プリンスの4歳の誕生日、イエーイ。早速準備していきまーすとか言ってね、今もう15時なのよ。16時からツイッターでさ、キンプリちゃんたちがおしゃべりするって言うやないの。間に合うのかこれ。4のバルーンを用意しました。中身今出しました。え、超おっきくないこれ。おっきい。今日なんでエプロンしてんのって思うじゃん。この後ケーキ作るから。やばーい。やっぱこれとんでもないでかさかも。おっきい。無理やり入れたけどいいかな。本当はこの4の上に王冠が入るつもりだったんだけど、ちょっと入んないな。あれが大きすぎて一瞬。今からですね、ケーキを作っていこうと思うんですが、ケーキのトッパーにキンプリちゃんたちの顔を乗せたいということで、セカンドシングルメモリアルのシールを使っていきたいと思います。まずこちらの何の変哲もない白い紙、使いたいシールを貼っていきたいと思います。まずこちらに爪楊枝がございます。ちょっとすっからかんなんですけどもね。こんな感じ。これもいっちゃいます。ほんでこれを切っていく。円がどんどん小さくなっちゃう。もうテープで貼っつけちゃいます。できたー。うー。まず一番基盤となりますのがこちら、ベルギーチョコ蒸しケーキ。賞味期限5月23日。ケーキはインスタに合わせよう。なった。あ、始まった。ケーキ作ります。今自分の経済の範囲内でキンプリちゃんをお祝いできるケーキを作ろうということでやっていきたいと思ってますので、そもそもさ、お菓子作りとかしないんですよ普段。全然失敗する可能性あるから。私がやりたいことがさ、まず皮を剥ぎました。これを斜め半分に切っていきます。こうかな。うーん、ケーキに言うと、おー、してた。こうね。で、
じゃん。潰した方が良くない？はい、もうこれみんな誰も食べれない。これじゃさ、ちょっと高さ足りないかなと思ってもう一個買ったの。角度しくじったらもうサイズ感変わるってことだよね。はい、皮むきました。簡単。あ、こうすりゃいいんだ。天才か。ええやん、二段重ね。はい、もうケーキ出来上がり。ここの間にイチゴやりたいから、さっきね、あのバレないように1個食べたところなんですけど、案外身大きいですよ。綺麗かも。なんか薄めのカラーだけど美味しいかな。待って、どこの、これしか売ってなかった。あ、茨城の弥生姫だって。じゃあイチゴの先に生クリーム乗せた方がいいよね、きっと。ふいー、キンプリちゃんなんか言ってる。ありがとうって言ってた。準備するのはラクラクホイップ。ラクラクホイップあったらさ、一瞬で作り終わるんじゃないって思ってる。わかんない、私やり方とかわかんないから。これこのままこうしてウィーンってやってこれで鳴らします。え、イチゴってどうやって切るの？まあいっか。こういうのはね、やっぱりあれだから、インスピレーションだから。あ、ちょっと切りづら。一回こうして、あ、こうしたら平らになるじゃん、楽。正解とかちょっとわからないですけど、イチゴの薄切りに成功しました。キモ。もう絶対ショウくんとかアウトじゃん。集合体恐怖症の人には無理ない。この上にまた生クリームいっちゃえ。バターナイフで塗っております。はははははは。生クリーム第2工程終了。とりあえず生クリーム全部出す。これもう成功かどうかはマジ私が決めるわけで、正しい決まりとかはマジでないから、私が成功だって言えば成功だからね。うん、こんなもん本当キンプリへの愛の大きさなんだから。お金をかけるんじゃないの、愛をかけるの。食用食素、あぶねえ。お湯で溶かしてからお使いくださいだって。見て、スプーンちっちゃ。こんな感じ。すごい真っ赤。で、お湯に少量って言ってた。これ少量入れた。こんなでいいんか。楽しいね。入れます。ふぅ、赤くなってる。ピンクになるかな。いきます。おい、すごい色。え、どう、結構良さげじゃない？ハートになってない、ちゃんと。ほら、ガーナ使わなくてもいけるかもしれない。説キングとプリンスで分けたいじゃん、キング&プリンスにね。待って、キングとプリンストレード間違い。もう乱れまくり。4年目ですからね。よっ、チョコスプレー振ってきます。かわいい、かわいい。できました。仕上がりました。そして私も清掃に着替えました。嬉しい。かわいいね。来た。あ、リツは決まったね。みかんつけてる。なんかみかんのっての意外と種類。あ、なんかお揃いみたいになってる。はい。あ、れんくん髪型いい感じ。イエーイ、アリツは決定した。当たりますように。うん。変な色の飲み物飲んでる。青。今回解禁されんの？何それ。1番。あ、トゥースみ
たいにやってた前回。一番って意味だったんだ。クレバさんが作ってくれたんだって。振り付けの人も内緒なんだって。うっそーってなる人なの？みんなも知ってるってこと？一番全小文字だって、英字でなんて言ってるかわからなかった。あ、ドリームインって言ったんだ。岸くん全然ミッションやんないじゃん。ティアラに寄り添った曲めっちゃ聴きたいよ。すごいな、作詞作曲すごい。歌詞はカイちゃんで、曲はジンくんが中心になって作ったってことか。完成した時泣きそうになったぐらいの曲なんだと思ったら、もうマジですぐ聴きたい。そうだよね、本人たちの言葉だから聴いてて着心地がいい。何？時計？トイン？トレイン？何？キシくんだと思ったって言われてる。あれ？あれ？同じ景色。あ、トレインって言ったんだ、さっきの。カイちゃんに投票した私。わかるよ。理解してない人に。成立しない全然。夢ラブもいいよね。あー入れたやつ、シーズンズオブラブやった。あー、まあゴールデンアワーは好きだよな。あー波打て心、ミスビヘイブ、やっぱトレンド上がってたよね。エンドロールが入ってない。夢ラブいいよ、好きだよ。エンドロールいっぱいあると思ったけどないんだ。岸くんの聞きたい。あー空がやっぱ好きなんだ。レン君めちゃくちゃいいふりしてくれたのに。カイちゃん今かわいいけど。でも岸くんぐらいのさ、カイちゃんめちゃくちゃかわいかったよね。好きなんだけど。めちゃめちゃっていうの、髪の毛長いこと。翔くん今幸せ。質問の仕方だよね、ジン君の。哲学的な質問来てて。岸くんハキャラ。前言ってたもんね、電動歯ブラシ。一人一人と10分ぐらい話して。Happy birthday to you。 ハモってくれてる。さっきもケーキ食べた。あ、かわいい、見せて。わ、すごい、小学生みたいなお礼の仕方。おめでとう。ぶち殺される。なんか4人がひなみたい。自分で食べてる。むしゃむしゃ聞こえた。終わっちゃった。ちょっとキンプリちゃんとも歌ったけど、ハッピーバースデー言っときますか。あ、見えない。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアキング&プリンス、ハッピーバースデートゥーユー、おめでとう。あ、普通これ吹き消してからか。はい、おめでとう。キシ君キレンダーが好きって言ってたのよ。やせよ。キシ君キレンダーが好きって言ってたのよ。いただきます。キチ君スレンダーが好きって言ってたからダイエットしないと。やっぱスレンダーになるためには今のところ食べ過ぎだな。キチ君がスレンダーって言った時点からね、ちょっとテンションが下がっちゃってて。記念日をね、キンプリと一緒に過ごせて本当に素敵な一日になったなって思う。だってずっとキンプリのことしか考えてないもん。4周年を迎えて5周年目をスタートさせるわけですけども、5周年はね、より盛大にお祝いするんじゃないかと思いますので、アリツアーもね決まったから応援していきたいなと思います。1年にさ2回も会うチャンスがあるなんて最高ですよね。一緒にお祈りしたら当たるよってさっき言ってたカイちゃんが、お祈りしたからきっと当たると信じて、ドームツアーね外れちゃった人もまた当たるチャンスがありますので、共に応援していきましょう。わ、赤く光ってる。
今一人？はーい、ここはどこでしょう。多分ここら辺にいた。ここにね、深澤先生が来てたでしょ、確か。アニベルセル。横？っていうのかな。